はい、プレイしていきたいと思います。 7days to die というわけでやっていきましょう。皆さんコメントありがとうございます。本当に嬉しい限りです。全部見させていただいております。でね、まずね、台風大丈夫でしたか皆様。そっからだよ。朝の動画はね、昨日撮りためてたんでちょっと言えてないけど、本当になんか風だけだと思ってたら冠水、水害が結構大変そうでしたね。水害はあんまりないからね、こっちは。ちょっとそう想定外すぎるね、あれは。本当皆さん気をつけてください。というわけでやっていきましょう。今日ね、何やるかっつったら、もうね、がっつり漁っていっちゃおうかなと思っております。お、行く行かないとか言ってたけど、前回もう漁る武器が欲しい。俺は武器が欲しいんで、ゾンビをチャ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 倒して、ささっとゾンビに当たってないね。スタミナ大丈夫。はい、殴られた。殴んなよ、やめてくれよ。とりあえず制圧しましょう、この建物。ここに一匹いるだけかな。なんで入り口開いてんじゃん。前もこんな感じだったよね。バンってたよね、こいつ。なんだろうね。トイレ開けて。走ってる。あ、ダメだ、当たんね。当たり判定よ、仕事しろ。それとも俺が完全に当てきれてないだけ。それとも偉かったよね、今ね。ボリューム気持ち上げてみましたけど、どうでしょう。多分これでもダメなんだよね。分かってるんだ。おい、切ったー。これ読んでるそう、いや、やっぱ小さいとあれなんだね、広告との間に差が生じるらしいね。それがちょっとダメだ。それはちょっとね、あまり見てて辛いと思うので、ちょっと頑張りますわ。ちゃんとちょっとね、今日はもう無理やりボリューム上げるだけになっちゃってるけど、今度ちょっと調整します。お、なんかのレシピ来た。何これ。ゴールデンロット。いいね。まずはコーンを植えたいんで、俺は。モディファイでこれとりあえず色塗っとこう。色塗っても火力上がるんだっけ。上がらないよね、確かね。まあ私が今目指しているのは、この屋上にあるであろう宝箱を開けたいわけですよ。でもインベントリいっぱいになっちゃったんで、石油チェストを先に作って。ピッて捨てて置いて、広いの何置く。スプリン、まあ適当に後で必要なもの持って帰るか。これ絶対必要なやつはもう逆にイベントに残しときましょう。何ですか絶対必要なやつ。かな、ビールも一応フェラルホールに、ね、ボジダイヤとかね。あとはまあどうでもいいかな。でレンチだよ、レンチ。俺どこ置いてきちゃったんだろう。まあこの家でレンチ拾えるでしょうっていうことにしとこう。ゾンビ寝てた。おはよう。あ、これさ、絶対殴ってんの地面のこのこいつに吸収されてるよな。ほら、2匹ぐらいいるな。降ってきた。だからもうこの地面のやつさ、壊した方がいいかも。結構吸収されてる気がする。耐久度見てみよう。見えないか。一発で18になったね。吸収されてないかも。わかんないですね。これはとりあえずリペアしといて。何これ、バンダーナ。
なんちゃらボトム。とりあえず説明読んでもね。違いか。一緒でした。バンダーナーは色がついてるだけで関係ないね。じゃあ後でどうにかイベントいっぱいになったら捨てるぐらいで。はい。ちょ、マジかよ、めんどくせ。バカ。めんどくせえけど、ハゲタカは肉が出るんで、許そう。おお、すげえ、すげえの出たぞ。ミートシチュー。これはうめえ。50回復だって、今食えねえのもったいなくって。もっと行ってからですね。で、俺が投げてやりどこ行ったん？ハゲタカに向かってやりは投げるもんじゃありません。あ、待って、俺スピアーってさ、俺もっとつけてなかったっけ、スピアに。大丈夫だっけ、気のせいだよね、気のせいだって。え、気のせいだよね、マジで。いや、俺つけてなかったっけ、この前つけた気がするな。やっぱスピアにモッドはつけないでおこう。それともモッド作る方のモッドだったから、じゃあ作る方っていうかレシピの方だったからつけてはいない。いやマジつけてたら終わりだな。はあ、と思ったらアイアンアローかい。なんだよ、つまんねえ。俺が欲しいのはそういうのじゃないんだよ。これ屋上どうやって上行くの。ここ、違うね、多分反対側回り込む感じ。合ってるっぽいな。はあ、これ絶対違うだろ。いやでも合ってんだよなこれ多分。は？え、金庫とかないのこの家。嘘でしょ、嘘でしょ。いや、ないわけないだろこの家で。いやいやいや、マジで言ってる、マジで言ってる。やばい、フェラルフォードの時間台なしにしてんだぞ。パッと見なんかそういうスペースないっすね。ないです。お、ベキが出てきた。嘘、俺金庫のために頑張ったんだけど。マジでって、これマジかよ、めんどくせえ。え、どうしよう、間に合うよなこれ制圧。どうやって制圧するか。2周目本当にない、本当にない。地下室もう一回見てくる。ここだけだ、マジか、マジか。待って、もう斧使おう、時間が欲しい。今日フェラルフォードなんだって。何時からだっけ、22時か。サンドイッチ拾ったね、レシピ拾った。嘘だ、嘘だ。これ分解したいな、ワークベンチ。このピッケルとかで分解してる、違うもんね。あ、一応出てるわ、メカニカルパーツ。いいわ、仕方ない。というか鉄が出てる、普通にめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。
16時。間に合うよ、間に合う、間に合う、間に合う。俺の制圧スピードなら間に合う。待って、チェスト消えてねえだろうな。あー、外の箱。外の箱。もったいないことした。バカ野郎。なんで、なんで俺の後ろにいるんだよ。どっから来たんだよ、おめえは。意図的にやべえなと思って来てみた。本当にそこにいたし。よし、ナイスさん。イエス。水飲んで。54か。サンドイッチどんな感じ？お、28だって。いいじゃん。食べちゃおうよ。このスクラップでいいよ。皮か。死んだマジで。チャンスチャンス。イエス。ドア開けとく。クリアじゃねえ。びっくりした。クリアーって言うとしたらもう目の前に準備してた。ウォーミングアップしてた完全に。走んな。後ろから飛びつかれそうで怖いんだけど。なんかさ、プレイヤーの耐久度結構上がったよね。前もっとなんか殴られたら結構やべえ死ぬみたいなノリだった気がするんだけど、そこそこ硬くなってるような、そんな印象ですな。タンクトップ。これスクラップでいいかな。これさ、モディファイでさ、色抜いてさ、色売れるんじゃね？セールノープライスって書いてある。いらねえよ。スクラップで。これはもう、AK でいこう。危な！リロードしてなかった、これ。あ、トーク中取れた、もうすでになってた。ここさ、絶対あるよな、どっか。探す気ないけれども。探す気は一切ないけれども、絶対どっかあるよね。ほんだら。お、2個空いてる。あ、1個は本だった。お願い。ボリューム5読んでんだよ。売るやつですね、これはね。缶詰。待って、食べるよ。なんかいいの出ないかな。お、何？ポテトシードレシピ。どっちがいいの？ポテトとコーン。どっちが先だ？コーンでいいよね。いっそのことスーパーコーンレシピなんか出てこねえから価値格なんだけども、もう料理なんかしなくなっちゃうよね。ちょっと待って、俺さ、ワークベンチャー、あさるワークベンチャーなんだっけあれ、出てこねえ。金庫が漁りたくてさ、ここ決断したのにさ、金庫がないんだけど。ランニングシューズって絶対足速いでしょ。クロージングプロファイル、バッテ、ノーアーマー。嘘ん。ノーアーマーって書いてある、いらねえな。ノーアーマーいらないっすね、さすがに。スクラップでも。いらないよね。お、ラッキーゴーグル来た、ウェアでしょ、これは。アジリティなんかいらねえよ。お、銃だ。あ、ツールショップだ、上は。いいね。やべえな、これも。斧が壊れちゃう。
大丈夫だ、俺鉄持ってるわ。アウトオブスタミナか、もう壊れたかと思ってよ。リペアしちゃう。うわ、何リペア、リペアキットマジで。うわ、ドアかよ、いらねえな、いらねえな。うわ、ちょっと違う、安い、いらない。弾が出たのも嬉しいかな。これ何、これもノーアーマーって書いてる、いらない。そしたらどうすればいい。あ、薬だ、ステロイド。そういうのはあんまりいらないかな。いらないんだけど、こっちもだけど、もういっか、めんどくさい。ワークベンチ生きてる。かといってここに住むって言われたらちょっとわかんないので、とりあえず帰ろう。あ、やべ、ダクトテープ欲しい。あ、イメントリが、あ、どうしよう。うんうんうん、これいらない。ステロイド使っちゃえ。やべえよな、サイドエフェクトが書いてあるもんな。やめとこう、サイドエフェクト怖いのでやめとこう。もういいや、サーマシンがいらない。食べちゃえ。おおお、カメラになっとる、エラルフォードのカメラになっとる。一回アロー押して、アロエ絶対いるでしょ。アルコールいらないから。コンミルいる？いらないよね。ハニーいる？ファットいる？エッグいる。エッグいる。エッグいる。どうしよう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 。コンセントチェンジ。よし。走れ。待って、なんかお腹壊してるけん。ゴールデンティーでどうにかなる？しかも何この29%って。どういうこと？なんなんこれ。ダイセンシティウォーター 7.5、 オールウォーター&コンスームなんちゃらかんちゃらって書いてんの。ちょ待てよ待てよ待てよ。いや最悪最悪、俺何食ったから、何食ったからこうなってんのよ。え、サンドイッチ26-25って減ってってるんだけど、これはいいことなの悪いことなの、どっちなの。フェラルフォードなんだけど、フェラルフォードにこうこんなことやってる場合じゃないんだけど、絶対こっちもハゲタ乾くし。待って、フェラルフォードの日に絶対こんなことやってる場合じゃない、間違ってる、絶対間違ってる。いいことなの、何なの。ああ、走りながら見たい。オートランとかねえかな、オートランとかないかな。とりあえずトレーダーまで帰ろう。20時じゃない、22時だよね。あと2時間で帰れるかどうかだけど。やべえな、やべえな、やべえな、やべえな。うわ、ちょ、赤い花もう取りてえ、マジで。お茶作りたい、お茶。あ、待って、スタミナの上限めっちゃめっちゃマックスまでいってね、ちゃんと。ってことは、お体巻いといて、一回お体体力の上限上げといて、でね、スピア作りたいな。スピアのレベル上げてスピア作ろっか。スピアってどこだっけ、覚えてないな、覚えてないな。どうしよう。待って、動物。いやー、ウサギ、お前は命拾いしたな。今日はフェラルフォードでよかったな。フェラルフォードじゃなかったら俺は絶対追いかけ回してたわ。どうしよう。どうしよう。どうしよう。早く早く。あ、鳥が見えてきた。よしよしよし。トレーダー話しかけてしまう。うわ、びっくりした。
それで話しかけた瞬間報酬ってもうもらうんだっけ。売るのって先にできないっけ。とりあえずインベントリー開けてから話しかけよう。こんなもんかな。腐ってる可能性のある食べ物は持ってかねえわ。これはフードポイズニングないやつしか持ってかねえわ。もう 4% 引き当てたのかな俺。ウッテンボーのレベルに。クソ迷う。あ、プレミティブ棒だって。ウッテンボーにしよう。足骨折直すやつの方が良かったけどな本当は。どうしよう。スタンバドン買う？買えねえよ、金ないよ。とりあえずこれ売ろう。何これ、スクラップルスクラップブルアイテムパーツだって。スクラップ可能なアイテムパーツ。なんか欲しいな。何これ、何これ。トーチス。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。次回フェラルフォードをどうにかどうにかこうにかこうにかどうにかしましょう。嘘、これじゃお腹治らないよ。皮膚科ジュースじゃお腹が良くならないよ。マジか。赤い花、赤い花。羽取っちゃった、羽しまっちゃった。羽どこ行った。赤い花、赤い花。ウォーター持ってる。ウォーター持った。ウォーター、ただのウォーター。水でお腹この壊した可能性もあるし。嘘、俺作れない？嘘だろ。あ、レッドディー作るんじゃん。よく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 。ちょっとあとこの時間が減るのがいいのか。 You feel sick, you are stomach, have deal in. とりあえず調子悪いよと。メディスンでレディースできるって書いてるから、レディースできるって書いてるから低くなるほどいいっぽい。だからもう治りかけた多分。あ、大戦スティーメディスンって書いてるじゃん。だからこれに対するメディスンも入ってるよ。ちょっとずつ減ってってるけど、もう一本ぐらい必要だな多分。大戦スティーメディスン入ってる。ハンガーのクイックだってイクリスティーダーズノットメイクユーハン。書いてなくね、書いてなくね。あ、やっべ、黄色い水の方が絶対安全だわ。ゴールデンティーって書いてるやん。ゴールデン。急げ。ペラルフォード来るぞ。ログインした瞬間フェラルフォードになるやん。そしたら大丈夫だ。今日もう夜あれだから、アップしてあるから、夜というか朝の部分はそのままぶっ続ければいいんだ。とりあえずこれ飲もう。火消えてる場合じゃねえよ。火消えてる場合じゃない。どうする、どうする。チェンジして、さすがに治るだろこれは。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。動画の説明欄にプレイリストありますので、このシリーズ頭から見たい方は使ってください。ということで今回フェラルフォード準備してない、準備してない。スパイク作ろう、スパイク。ダイヤンじゃないやつ。10個ぐらい。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。